会いたいぐすーよー中央がなびら、皆さんこんにちは。沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です。近頃代替肉をよく見かけるようになってきました。大豆などの植物性の原料で作られた、お肉の食感に近づけた代替肉、私はハンバーガーとか肉団子代替肉のものをいただいたことがあるんですが、食感なんかですね、言われないと分かんないっていうぐらいお肉に近いものでした。ただ今は、そぼろ状のものですとか、それから薄切りのお肉なんかが中心なんですが、そのうちこうドーンとこう塊肉なんかも代替肉で出てくるのかもしれません。沖縄そばに乗っている三枚肉とかソーキとかも、そのうち代替肉で食べることができる日が近いかもしれませんね。さあ、沖縄羅針盤、今日も5時までお届けいたします。どうぞお付き合いください。那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ。今週のコーラルラウンジは、沖縄国際大学教授の前泊博盛さんと、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりです。前泊さんは1960年生まれ、宮古島市のご出身です。駒沢大学法学部を卒業後、明治大学大学院を修了し、1984年に琉球新報社に入社しました。社会部、政経部、編集委員、論説委員長などを経て2011年に退職、同年から現職です。著書には、もっと知りたい本当の沖縄、沖縄と米軍基地、本当は憲法より大切な日米地位協定入門など多数。地域経済分野の研究者でありながら、米軍基地問題に関する論客として全国メディアにも頻繁に登場し、単刀直入で分かりやすい解説で広く知られています。今週は、今置かれている沖縄の地理的状況、そして普天間飛行場の移転問題についてお聞きしています。それではどうぞ。令和の時代はどう生きるべき、このままだとどうやら令和の時代も先細りというようなことに日本社会、見えるんですけどね。前所さん、どう見えてる？いや、だから経済で変革をしなきゃいけないというので言うと、何が遅れてるかというと、 IT がまず遅れね、 DX も含めて遅れている。でそれをどう強化するか、これも島田さんの専門の分野ですけども、 IT 戦略というのは今後のやっぱり未来をね、作るときには非常に重要です。これがもう基本インフラです。これが遅れてるんですよ。まずは Wi-Fi を自由にしなさい、Wi-Fi をフリーにしなさいと、通信で情報が行き来できる、そして必要な情報がいくらでも入手できるような、これはね、教育とも関わってくるし、戦略に関わる企業経営にも関わってくる。物流よりも情報の流れです。これが鍵ですね。で今はネットの上だけでビジネスが成立をするし、新しいエンターテインメントもネットの上だけで、ある意味ではお金のコストのかからない製品を作ることができる。平成の入り口中盤ぐらいでその議論をしてた頃に、はい、それやってれば、はい、今違う風景がここに広がってたかもしれません、ね。はい、もうこれからでもすぐもう行っても始まらない。この先をどう見るかというところで言うと、まさに IT、ICT 戦略ですよね。我々あの時に IT って言ったのは、IT はまさにインドと台湾が作ってると、インドと台湾の頭文字を取ってインフォメーションテクノロジーという名前つけてるけどって言いました。そんなこと言ったんですか？今は ICT と言います、はい、インド、チャイナ、台湾です、ね。で今半導体が足りないということで、日本のあの新しい車買いたくても2年待ちです。それから新しい電化製品も全部この半導体が不足しているということで動かなかったりしますね。まあ、こういうところで言うと ICT 戦略がやっぱり遅れている。日本が J が入ってくるかどうかですよ。そこに N でもいいです。日本でもいいです。それが前泊まりさんだな。 ICT というのはインフォメーション、コミュニケーション、テクノロジー、テクノロジー、コミュニケーションなんですけども、 I はインド、
数学に強いインド、はい、C はチャイナ、はい、チャイナ、まあ、台湾、はい、台湾は半導体を作ってる台湾、チャイナが入ると、はい、確かに ICT と言い出したらまだ15年ぐらいだから入ってきた、C が入ってきた時代と符合しますな。で今新しい、おそらくGAFA の時代からですね、GAFA が消えて中国を中心とした ICT 産業が一気に出てくる、コミュニケーションのツールをですね中国に依存するような、つまり基本インフラ、基本ソフトが中国産になってくる可能性がある。そうなれば全ての支配を中国によって行われることが可能になる。その米中のせめぎ合いの中に今真っ只中でいるわけですけども、ね、どう見えるか。バイデン政権に代わってやっぱりアメリカのリーダーがそのゆったりとしただけども泰然としたリーダーが出てくるのかなと期待はしたわけですよ。だけどもそうね、アフガニスタンのあのこととか、はい、外交の弱さ、強いと言ってた外交が弱かったりとか、やっぱ内政もまだまだというところがあったりして、ちょっと減速しましたね。見えてるアメリカと本質的なアメリカが違うということですよね。これ日米安保についても今誰もが神話であることに気がついてるけれども、これはですね、一切れのパンと一緒なんですよ。一切れのパン、パンだと信じて頑張れるんですね。ところが目的地について開けてみたら木切れなんですよ。このパンのパワーをアメリカのパワーなんです。アメリカが大丈夫だと信じてるから日本をやってくれるし、旧西側諸国は NATO 諸国は頑張ってこれたんです。ところがアメリカが木切れだということに気がついてしまったらどうするかという右往左往しているのが現状だと思いますね。アメリカはそんなにパワーなかったんだよ、もともと。でもみんながパンだと信じてくれたから、名手だと信じてくれたから頑張ってこれたんですよね。そのことがバイデン政権によって明らかになったのは、まあ、トランプがああいう形の4年間を展開して、もう一回バイデンによっていやいや間違った発信してごめんねとこう世の中に言ったと言ったけども、開けてみると前戸原さんからすればやっぱりパンじゃなかった、うん、気切れです。でも見えないからそういう神話として誰もが信じたいものありますよね。それを一番信じてるのは我が国ですよね。そうです。で軍事派遣が世界をやっぱりちゃんと抑えてくれる警察、世界の警察がアメリカだと誰もが信じてきた。ところが警察がどうも悪さしすぎてきた、うん、向こうの民をどれだけ犠牲にしたか、子供たちを誤爆して殺されても誰も異議申し立てができない社会って何だろうと、大量破壊兵器があると言って、そしてフセインをやっつけてくれたと言うけども大量破壊兵器はどこにもなかった、どういうことと。軍事というものの怖さっていうのを誰もが今回のアフガニスタン撤退でも分かったと思います。あんだけ犠牲にしたのに、アメリカの若者も犠牲になり、そして15万人とも20万人と言われる人たちが犠牲になったのに何も変わらない状況がもう一度この20年前に戻されたような形で今のアフガンがあると。つまり数十年に1回戦争する社会でなければアメリカは持たないんだという、それを戦争のない世紀に令和を変えられるかどうかというところで言うと肝心な日本にその戦略がないんですよ。そろそろ軍事依存じゃない経済安保ということで言うと岸田さんが若干評価できるのは経済安保庁担当大臣を作りました。経済安保とても大事です。まさに今度のコロナのパンデミックでもそういうことになったわけですからね、はい、ただ我々沖縄側から見るとですね、台湾海峡ですよ。大変です、大変です。言われてはいます、メディアでも聞いてはいます。それは前戸丸さんの目からはどういうふうに映っている。いや、まさに2022年、まあ、そこで全人代が開かれて、そして今の習近平、習近平体制が3期目に入る、もう3期目以上、そしてその以後も永続的に政権を担うことができる仕組みに入る、はい、いわゆるある意味で独裁政権が可能ということになりますね。毛沢東の時代に戻るわけですよね、はい、一人の人間が長期政権をやると歪みが出る、3期目に入るといろんな問題が起こってきます。これが伸びるわけですから、で彼はおそらく権限がですね永遠に続くということになれば自分のいわゆるレジェンドを作るために台湾を取りに来た、まあ、そう言われています。で台湾危機については1950年とか58年にもありましたけど、その際にはアメリカが関与して止めたのがありますね。58年のこれは6月に解禁されたアメリカの機密文書ですけども、金門島のですね封鎖を止めなければ我々はあらゆる手段で攻撃しますと
対応しますということで中国側に警告をした、でそれはあらゆる手段の中にアイゼンハワー大統領も含めて実は核攻撃、北京への核攻撃も自殺という、まあ、そういうことに対して今度は共産主義勢力のソ連がその場合には報復をしますと、で報復が来ることもアメリカは知っていたと、で攻撃イコールそれは台湾と沖縄が消えることになると、報復攻撃で、その場合にはやむを得ないという機密文書です。我々が知らないところで台湾海峡危機は、中台危機は、沖縄の存亡の危機を迎えるような状況にあったことが明らかになっているんですね。今頃になっています。1950年代後半のことであった、はい、これが2022年に来るということであればどういう状況が起こるかということですね、これは最悪を想定して動けというのがメディアの基本ですけども、我々はやっぱり政治を取る側はですね、最悪を想定してそれをどう回避するかというのを考えないといけない。今沖縄近海でですよ、これ頻繁にやっているのがですね、フランスやですね、あるいはイギリスやですね、ドイツが全部今太平洋シフトを敷いてきているんですね。でイギリスは空母を派遣して、そしてドイツも駆逐艦やイージス艦含めて派遣してですね、今太平洋での戦争の準備をしている、そして合同演習をしている、そこに日本がもちろん入っています。これまでヘリコプター搭載型護衛艦と言っていたのが実は空母に変わっています。あの60年前の台湾危機の時は中国とアメリカの軍事力で圧倒的に違いがあった、あと 100対1ぐらい違いがありました。まあ、後ろにソ連がいるとはいえね、どうだった、だから叩き潰そうということが言えたわけですね、アメリカはね。でもその時に犠牲になるのは沖縄です、残念ですけど。で今この台湾危機というのは一応我々みんな平和ボケしている可能性があるので、まあ言われてるけども起きないだろうというふうなことが大方の認識ですよ、はい。まあ、これはもう日本人の特徴ですけれども、解決できない問題、難しい問題はどうするかというと、これ起きてです、日本人の先送りをするんです。先送りをして先送りをしてくるんですね。でその次どうしてももうこれはもう耐えられない状況になった時に何をするかというと、この問題についてはなかったことにするんです。先送りをして解決できないものはなかったことにする。沖国大の研究室からは普天間基地というのはどんどん機能強化されているというふうにしか見えない。はい、もう屋根もですね。だけども新聞では、まあ、返還が遅れていると、遅いという話でしか伝わっていないというのは、ここは相当乖離があるんだというふうに指摘しているというふうに聞こえますが、はい、記録をしているので言いますけど、あと20年は絶対帰りません。でこれは司令官、これから20年後も帰りません、我々は25年前に返すんだということを聞いたわけですよね、はい。これ橋本さんとモンデールの言葉としてね、あれから25年経っているんだけども、これから20年経っても前止まり論ではこれこのまま、前止まり論じゃなくて客観的な積み上げをしている、政府発表ではそのために辺野古に大外施設を作ってこれを移すんだとこう言ってるわけでしょ。過去の資料を見ると、辺野古の新基地は1966年67年にすでに新基地計画が作られているんです。しかも今の建設計画よりはるかに立派なものが作られています。その時には今の軟弱地盤を避けた設計がされています。アメリカの過去の設計図ぐらい見なさいと防衛局長に伝えました。彼らはそこは埋めてませんよ、なぜですかと。66年67年の調査でそこは使わないということで設計図を作っている理由をちゃんと読みなさいと。過去に学ばないからこういう余計なお金を使うような計画を作っちゃうし、ましてやアメリカが必要だったものを、66年67年必要だったものを沖縄が返還されるから使えなくなるし、ベトナム戦争ももう終焉を、ね、迎えそうだということでいらないだろうということで、アメリカの会計検査院がダメ出しされた計画です。こんな金どこにあるんだと。ところが普天間を代替案だということで出したらですね、日本がタダで作ってくれるんですよ、66年67年の計画通りに。ということはアメリカの国防総省ペンタゴンはそれはさすがだなと、ラッキーだとこういうふうに思った可能性がある。いやラッキーじゃなくてやっぱり仕掛けた通りになるという、これ我が大学の野添先生たちね、山本先生が出したのはですね、この普天間については実は嘉手納に統合しようという動きをアメリカ軍の計画には出てます。それで動いていたのに少女暴行事件が起こって普天間撤去の話が出たために、
本来アメリカが移転させる予定だったものをその気に乗じて辺野古案を出してきたというね、アメリカのやっぱり外交力、それから日本に対する対日政策のやっぱり賢さっていうのを随所に感じることができますね。思いやり予算によって本来負担しなくていいお金を負担させられていると日本は言いますけど、アメリカは本来負担しなきゃいけないお金を日本に出してもらうことができたという勝利、それから自由に空を飛べる権利を、今あの飛行機減ってますけども、カデナの近くに来るとこの水平線ギリギリに航空機が飛んできます。航空機がなぜかというと、水平線ギリギリっていうのはカデナが上を飛んでくるので、その下をくぐらされるんですよ。これは何百人も乗ってる飛行機がなぜ戦闘機の下をくぐらされるのと、安全確保するためにもアメリカが持っている管制権、このラプコンを返還させろと、日本側で取れと言って交渉させた結果、この10年の間に返還が決まったんですよ。返還されたんです。そしてやっと上の安全な区域を取って那覇空港に入れると。那覇空港を降りるときにあの低空飛行はなくなりましたよね。なくなってないんです。今も同じように入ってくるんです。なぜ返還交渉の時にこともあろうか、日本側が飲まされたのは管制権、いわゆる交通整理をしている、ね、権限は返してやるよと、その代わり条件がたった一つ、運用はこれまで通りで、管制権を移したけれども那覇空港の管制塔の中に、管制、室の中にアメリカ軍がちゃんと入ってるんですよ、管理するために。これって何っていう、でその上アライバルエリアっていうのが作られてるんですよ。つまり沖縄の空は軍事訓練用にカデナラプコンが支配してるんです。こういう状況をしっかりと理解しておかないと、低空飛行訓練に反対とか叫んでも管制権はアメリカが持ってるんですよ。まあ、そのことでいうと、うん、首都圏、東京の周辺もアメリカがだいぶ持ってますからね、はい、横田ラプコン、だからそれは大きな意味での日本とアメリカの関係をそう象徴するような話は何も変わってないわけですな、うん、首都圏を他国軍隊によって制空権を取られているというのは日本だけだと、ドイツやイタリアやベルギーの調査結果でも出ています。恥ずかしい状況ですね。私は一番よく乗る航空路線は那覇羽田間なんですけれども、離陸の時も着陸の時も米軍の空域のためにこう不自然なルートを通るのを何度乗ってもやっぱり理不尽だなと思います。巨大な横田空域、そして嘉手納空域のために、沖縄の空、日本の空、自分たちのものではないというのをいつまでも放っておいていいのかなと思ったりします。あの同じ敗戦国でも例えば、ドイツとかイタリアにもアメリカ軍はあるんですけれども、航空法ですとかさまざまなこう運用は国内法を米軍にも適用しているんですよね。これはあのドイツでもそれからイタリアでも民意を受けて政府がアメリカと交渉して地位協定を改定しています。なぜ、沖縄では日本ではできないんでしょうか。いつまでもこのままでいいわけがありませんよね。島田さんは沖縄の未来のことを議論するとお互いいつも熱くなると話していました。今週のコーラルラウンジは沖縄国際大学教授の前泊弘盛さんと、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりでした。お二人のトークまだまだ続きます。来週も引き続きコーラルラウンジに前泊さんをお迎えします。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーです。今日は舞台公演のご案内です。2007年から東京を中心に活動しているカモメマシーン、カンパニー名はチェーホフのカモメとハイナーミュラーのハムレットマシーンに由来しています。合わせてカモメマシーン、個人的な体と社会との関わりにフォーカスを当てた作品を上演することを特徴としていまして、気功や太極拳などの身体メソッドを応用しながら独自の体を模索しています。そのカモメマシーンの皆さん、実は今沖縄で滞在制作を行っているんですよね。我が町の小劇場、那覇にあります小劇場なんですが、こちらで滞在制作を行っていて、上演を29日金曜日、そして30日土曜日に行います。サミュエル・ベケットの幸せな日々、
丘に埋まったおしゃべりな妻と寝そべるだけの夫、見渡す限りの荒野で日常を過ごしています。奇妙な状況を背景に描かれる奇妙な夫婦の幸せな日々とは、こちらの公演は29日金曜日夜7時から、30日土曜日は、お昼3時から那覇市松尾にあります我が町の小劇場で行われます。チケット料金は1000円となっています。それからですね、昨日今日と、ワークショップが行われていまして、それから、オープンスタジオを、毎日行われています。今回上演する幸せな日々のリハーサル、我が町の小劇場で行っています。一体どんな感じでお芝居を作っているのか、本番に向けてどのように変わっていくのか、ぜひ我が町の小劇場を覗きに来てください。こちらのオープンスタジオリハーサル見学は予約不要で無料となっています。発表公演の方はチケット料金1000円で、予約方法はですね、カモメマシーンと検索してホームページで予約方法ご確認ください。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーでした。ラジオ沖縄ではラジコでの配信を行っています。スマートフォンやパソコンでのリアルタイム聴取のほか、1週間の振り返り聴取も可能です。さらに沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信しています。こちらはラジオ沖縄のホームページからアクセスしていつでもお楽しみいただけます。また沖縄羅針盤のホームページでは番組情報の発信のほか、私富田恵とコーラルラウンジ常連客の島田克也さんのフェイスブックへもリンクしていますので、お時間のあるときにぜひこちらもご覧ください。沖縄羅針盤、今週も最後までお付き合いいただきまして、一平二平デービル、そろそろお別れのお時間です。パーソナリティは富田恵でした。それではまた来週。